とやりましょうね。ツイキャス始まりました。こんばんは。少し待っててくださいね。オッケー、ありがとう。ナルトロさんが最初？誰が最初だこれ？あれ？始まる始まる。10日前に 89.8 キロまで太って、あのコロナ陽性でヤグマしてる間にですね、コロナ太りしてしまって、10日前に 89.8 キロあった体重が今朝はなんと 86.3 キロになってました。その後 3.5 キロ。いやー、16時間断食って本当に効果あるんですよね。2月17日、開店197日目。本日も順調にオープンしました。ひふみーずバーン。おい、あれ？ブーン。オッケー。本日の三口さんは誰だ？中田ナサさんかな。おめでとうございます。いらっしゃいませ。ごっくんちょーい。ぽいちょ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 い。オープニングの曲が流れない。オープニングの曲が流れない。どれだ？あれ？ひふみずばオープンですけど、あれ、あ、いや、オープニングの曲がなくなってますね。どうしたもんでしょう。いや、もうそのまま始めましょうか。困ったぞ、こりゃ。これはなんだ？いつもと違う雰囲気の曲でスタートです。ひふみずばオープンです。オープニングの曲なくなってる。キャンちゃん。やっべ、これはあれだな、あれだな。大丈夫、大丈夫です。カンペさん、ありがとう。一番乗り誰なんだ今日。ナルトさんの来たっていうの、これ俺にやったの？コンコンガチャ、こんばんは。ブルーミーさんも俺、それとも危険なラジオと聞いてるから、もしかしてカーナの番組にコメントした？わかんねえ。さあ、もうスタートしましょうね。いつもと違う雰囲気で始まる。超面白い。ここでいつもは曲かけて、おしゃべりしながら一曲待って、オープニングの曲終わってからしゃべるんですけど、ちょっと水飲んだらもうすぐ番組スタートしましょうね、皆さんね。行くぜ。いつもと違う雰囲気でスタートしてますが、間違いなく木曜夜9時のひふみずバーが始まりました。西町では牛乳ごっくんちょ、くも字ではいい人キャラ、小湾ではヌーガラっぽいぽい、読谷ではゲストという名のレギュラーを獲得。笑い。でも遥か昔はカフェバーの店主だった。そんなラジオ好きなおじさんが昔撮った絹塚、リアルなバーをオープンすることを夢見るが、それができずにラジオでオープンした仮想のバー、ひふみずバー、オープンです。オープンです。イエスイエスイエス。ひふみずバーではラジオをお聞きのあなたが常連客、
私がマスターとなって VIP ルームにリアルにご来店のゲストさんに絡めたテーマや常連客から寄せられたお悩みをカウンター越しにみんなで解決したりする番組です。この番組は仮想ラジオバーです。ご来店方法は2つ。まずはメール、メールアドレスは 123hwmb@gmail.com、 次にツイキャス、無料のツイキャスアプリから入店できます。当店ではツイキャスでご来店のお客様をツイ客とお呼びしております。また FM 技能音では YouTube ライブでも当店の映像と音声をネットで配信しております。 FM 技能音のホームページからも入店できます。してから230放送でもやってます。リスラジもしくはマイチューナーラジオアプリからも音声を楽しめます。音楽聴きたい方はこちらで音楽もチェックしてください。パソコンでお聴きの方は FM 技能音のホームページからも入店できますので、この後22時56分頃まで当店マスター私ひふみとカウンター越しのようなおしゃべりを楽しみましょう。さあ、ひふみずば始まったんですけども、いつもはですねオープニングの曲がですねこのセットリストの中の一番上に来てるんですけども、許可からなかったんですよ。キャンさんどういうこと？後でちょっとビンタだな。嘘ね、オープニング曲でそれで今慌てて最初に来てる曲を再生したね。フォープレイの101イーストバウンドって曲ですかね。この曲がかかってますけども、さあそれを BGM にひふみずばを始めていきたいと思います。まあいつもとイレギュラーで違う話もしましょうか。オープニングで話した16時間断食、実は1月の6日から僕熱を出して、1月7日から、コロナ陽性 PCR 検査で陽性が分かって7日から、自宅療養生活をしたんですが、その間にですねブクブク太ってですね、みんなに痩せたって言われたんですけど、実際でその直前にですよ、年末の年明けてすぐぐらいに、ずっと使って体重計が壊れて体重測れなくなったんですね。で、あ、これやばいからって新しいの注文したの、年明けにすぐ年明けに注文してて、家に体重計がない状態で自宅療養生活をスタートしたんです。なので体重計測れなかったので、チャークウェイです、チャークウェイ。そしたらだ、体重計来てからさ、最初に測ったのが10日前だから、今日7日2月の7日に体重計がやっと来て、2月の7日時点でこのコロナ発症からちょうど1ヶ月後ですよ、体重計測ったら久しぶりに 89.6kg って言ってから、やばい数字見たんですよ。久しぶりで 89kg って、これやばいと、 89.8kg だ、やばいって言って、それからそれ以前、去年の年末まで、2回目のワクチン、1回目のワクチン注射、10月ぐらいだったかな、9月ぐらいだったかな、それを受けるときまで毎週週1、丸々1日断食やってたんですよ。毎週1ファスティングしてたんですけど、そのコロナ その予防接種を受けた日からちょっとその断食をできる状態じゃなかったんで、断食をやらなかったんですね。そしたらちょっと体重ちょっとずつ戻ってきて、でそれで年末に向けてそのファスティングができてなくて、で一日中空腹っていうのは相当我慢しないとできないので、タイミングを見計らってやろうとしてた矢先にもう気がついた年明けでコロナになってなってたんです。でもうその7日から、丸1日の1日ファスティングではなくて16時間ファスティングっていうのをちょっとやってみようということで、なんとか頑張ってやったら、なんと10日で 3.5 キロですよ。皆さん16時間ファスティング効果あります。ぜひやってください。でこれなんでできるかっていうのは、なんで効果があるかっていうのはね、ググってください。僕見たんですけど覚えてません、はい、記憶障害なのでっていう感じで、ひふみずばオープンしましょうね。で先週のひふみずばから話しましょう。先週のひふみずばにはですね、当店ひふみずばのスポンサーである麺屋8連のオーナーの稲垣さんをお迎えして、まさかの下積み半年で有名店になるまでのサクセスストーリーとか、人気商品の梅つけ麺の誕生秘話、そして株式会社8連となって今後の海外進出への展望などのお話をが伺いました。稲垣さん超楽しくしてたな。今後の8連の進撃が楽しみです。
そんな八連さんでは、株式会社八連さんでは一緒に働く仲間を、絶賛募集中ですので、皆さん八連で、各 SNS をチェックしてください。よろしくお願いします。稲垣さんはね、ひふみずばのジングルがあるじゃないですか、ちょっとかけてみましょうか、20秒ジングル、20秒ジングルはこっちだな、ちょっと曲切って20秒ジングル、これだ、どうぞ。マイクチェック1、2、ひふみずば、やわなヘッド走ってる、でビーリースナーグラス、テンデルフ、テテ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 作ったエルマナの曲で、このミックスは稲垣さんがやってるんですよ。で曲も作れるので、今ね8連の CM 作の音源をねお願いして、もしかして今聞いてる、もしかして稲垣さん聞いてたらお願いしますよ、待ってますよ、はい。それからついでに言いますけど、全然と藤谷の社長峰さん、早く CM の音源送ってください。はい、ということで、そんな感じで先週 の稲垣さんは8年で頑張ってますんで、ぜひ皆さん2号店沢下店も応援してください。で中部とか那覇店、あと海外にも店舗を出したいという意欲の塊ですので、その応援する一緒に働く仲間を募集してますので、ぜひ皆さん、興味ある方は、チェックしてみてください。よろしくお願いします。さあ、そして今夜のひふみずばには、ちょっとシリアスな話にもなると思うんですけども、聞いてくださいよ。今夜のひふみずばには孤独死や自死、または殺人現場となった室内などを清掃することをライフワークとして、日々東方清掃する、沖縄特殊清掃遺品整理者の国吉義人さんをお迎えして、特殊清掃の内容を赤裸々に語ってもらいながら、国吉さんの人柄を紐解いていきたいと思います。国吉さんのフェイスブックや廃材探偵団とのコラボ動画にも出てるので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。廃材探偵団とのコラボ動画とかを見て、僕が思ったんですけど、人は亡くなる前にその準備をしないと、 BGM 下げます。人は亡くなる前にその準備をしないと愛する家族に負担を残すことになると僕は感じました。国吉さんが毎回遺族の方にそう感じてるのではないかなと思いました。国吉さんとはねまだお会いしてなくて、先ほど番組スタートと同時にスタジオ FM 技能湾に入ってこられたので、今先ほどちょっと窓越しに会釈はさせていただいたんですけど、初めて言葉交わすんですね今日。そういうふうに感じましたので、国吉さんもどういうふうに感じているのかとかっていうこともちょっと聞きながら、いろんな準備が必要になるということですね。僕たちの年代、リスナーさんの中にも僕より先輩の方もいらっしゃるでしょう。これから就活という言葉に向けていろいろ準備というのを僕も意識しているところです。そこでトークテーマを準備として、特殊清掃遺品整理者の仕事内容を紹介しながら、ラジオを聞いてくださる皆さんに就活への関心を持ってもらえるような放送にしたいなと思いました。ということで皆さんからはテーマ準備スタンバイですね、準備というテーマでメールを募集しております。仕事の準備、趣味の準備、何でもいいです。遊びに行く準備、お風呂入る準備の準備など、皆さんが日頃やっている準備、あ、今から準備しないといけないとか、仕事の8割段取りが大事っていうことな言葉もあったりするので、やっぱり準備がとても徹底的に準備をしてないと、仕事が10割完結しないとかっていうこともありますので、ぜひ皆さんの仕事内容も紹介していただきながら、プライベートのことも準備というテーマでメールをお願いいたします。また国吉さんに、質問メール、番組、この後曲かけてる間に国吉さん入ってもらって、この曲中に、NG ワードとかないかっていうのをお伺いしようと思ってます。いろんななんていうんですかね、先ほどセキララにって言ったんですけど、非常に言葉ちょっと良くないんですけど、グロい表現とかももしかするとあると思います。僕はあえて放送上でもそういう現場の生の声を聞きたいなと思ってるので、国さんが大丈夫であればそういう表現もセキララに語っていただこうと思ってます。なのでなかなか他の放送局では聞けない話ができたらなと思ってますので、ぜひ皆さんも、どんな内容でも質問どんどん聞いてください。
よろしくお願いします。質問、あと応援メールで、あと個人的に、国吉さんなんか食料支援もやってるそうなんで、その辺の話も聞いていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。投稿するメールアドレスはこちら 123hwmb@gmail.com。 早く言ったんでゆっくり言いますよ。初めての方もよく聞いてください。ひふみずバーのメールアドレスはこちらです。数字の123、アルファベットの小文字で hwmb@gmail.com です。さあ、ということでこの放送は沖縄への航空チケットまたは手ぶらでの沖釣りツアーならここ、国際旅行者南部観光センター、体の不調は骨の歪みから、あのシャオルントゥーザスカイのギターボーカル魂さんが所長、 HSTI 骨格調整所月の庭、板金塗装から愛車のカスタムなど車の板金のことならここ、トーマ板金塗装。あ、ちなみにトーマ板金塗装がやっているエルマのレディオショー、毎週月曜日やってますが、28日ゲストでお邪魔させていただきます。チャカミン、それからまた次です。ロハスという思想、そして未来に存在可能な住宅、デザイン性を加味した沖縄型サスティナブルハウスを建築していくことを使命として設計施工をしています。 IMI コーポレーション、ちょっと焦って読んでるので少しゆっくりスピード落としましょうね。沖縄県内こってり濃厚魚介スープつけ麺専門店、他店では絶対真似のできないこだわり抜いた自慢のスープとコシのある太麺はお客様を裏切らない一品です。麺どころ夢の屋、実は公式 LINE アカウントもあります。@570小文字で KEVGZ のアカウントを探して友達になってお得な情報をゲットしてね。全財の富士屋、ゲットが混ざった、ダルチザン、フラットヘッド、トイズマッコイ、桃太郎ジーンズ、サムライジーンズなどのジャパニーズデニムをはじめ、沖縄県内で作られているダブルボランチ、そんな良質なアイテムを取り揃えているブルーファーストスター、読谷で愛されて10年、このコロナ禍の中テイクアウト&デリバリーフェスティバルも始めました。そして先週のひふみずバーの主役、麺屋8連横浜中華街のアートギャラリー&ライブスペースで毎週末イベントを行っています。ひふみずバーの横浜支店アートバブー146、国際通り近く公園のそばにあるダイニング、居酒屋的な多彩なジャンルのお手頃メニューを取り揃えたダイニングレストラン、リビング&ダイニング日の出、マンボウ終了まであと3日、刺身を買うなら刺身屋、それも昼飲み発祥の刺身屋で決まり、節子鮮魚店、丁寧に手作りで下処理された牛肉は溶岩石プレートに乗せてレアでご提供、分厚くてこれぞステーキと思わせる肉の塊は時間経過とともに焼かれていくのも楽しみの一つ、やっぱりステーキマカビ店、1日平均約70種類のパン、そしてパティシエの奥さんが焼くケーキに焼き菓子もあります。ブーランジェリーパティスリー今井パン、2月26日の土曜日、初心者でも楽しめるジャズナイトクルーズ、3月の20日はダイナマイツ出演のオールディーズスペシャルクルーズを企画中、有限会社ウエストマリン、ヤンバルで食事をするならここメイクマン名護店のあるポケットプラザ名護敷地内、ネオパーク沖縄の入り口横、仕入れから徹底的にこだわった厳選お肉に舌包み、ステーキはもちろん鮮度抜群の刺身にシーフードまでご用意してお待ちしております。ヤンバルレストラン58、美ら海水族館からの帰りにぜひ寄ってほしい商店がありますよ。元部長は佐紀元部にある個人商店の枠川商店、以上各社の提供でお送りしていきます。さあ、ということで
ここからツイキャスのコメントを拾っていきたいと思いますけども、オープニングで言ったツイキャスの、三口さんって何かって言いますと、ひふみずばではですね、放送開始と同時にツイキャスというアプリで音声と動画を今ネットで配信しています。アプリでツイキャスを探していただければ、無料アプリのツイキャスっていうアプリからその今喋って僕の生の映像が見れます。多分 15秒ぐらい遅れてるのかな、実際このリアルタイムからすると。違うな、もっと遅い、もっともちろん 2,3 秒か、 2,3 秒遅れて 1,2 秒くらい、何秒なんだ、どっちでもいいんですけど、あの数秒遅れて、あの生の映像と音声が楽しめます。でそこではコメントを書く欄があって、そこにコメントすると僕の今座って見てる画面に皆さんのコメントが見れる状態なんです。でその、オープンして最初に来たコメントの方を三口さんと言って、お祝いしてます。で三口って何かって話ですけど、沖縄のうちの口で新しい口って書いて三口です。漢字の新しい口ですね。それは何かと言いますと、僕が以前働いていたカフェバーディズニーではその日の営業がオープンしたと同時というか、最初に来たお客様、その日の最初のお客様を三口さんと言って、その日の営業が繁盛するようにということで、借り付けるという意味で、ワンドリンクサービスしてました。でひふみずばではツイキャスで最初に来たコメントの追客のお客様のコメントをしてくれた方に三口さんと言ってお祝いしてます。特にプレゼントがあるわけじゃないんですけど、皆さんこれこそってこぞってコメントしてくれてるので助かってます。で今日ねひふみずばの配信と同時に配信、僕ねその事前の画面を見てなかったんですよ。さっきの、カーナーの、何でマシンガントークの番組、8時から30分のマシンガントーク、何でなんとかなんとかってね、あの番組のコメントなのかが何かが、ナルトラさんが来たーってチラって書いてる。その前にブルーミさんがこんばんは、高校ガチャこんばんはって来てる。これがその前の危険なラジオって書いてる L さんのは多分間違いのカーナーの番組なんですよ。このブルーミーさんとナルトさんが僕の番組に送ってるのか分からなくてね、こっちで見る分には一番最初に来てるのは名古屋のダンサーズさん、いやその前にね、あれが来てたんですよ、コインが、あ、トコナツウコンさんが最初だから、あ、こっちで分かった分かった、ブルーミーさんが最初だ、ごめんダンサーズさん3番目やっさ。本日のミークさんはブルーミーさんです、おめでとうございます。ブルミさんごめん、ダンサーさんもごめんなさい、プレゼントがないのでごめんで許してごくんちょ、すいません、本日のミグさんブルミさんです、コンコンガチャこんばんはって来てます、いらっしゃいませ。その次に来てるのがナルトラさん、キサーチラって来てるのね、あーそういうことか、こっちで見たらわかるわ。そう、トコナツーコンさんが最初にコンティニューコインをね2枚送れて2回送ってくるんですが、コインもありがとうございます。中野ダンサーズさん、三口さん幻の三口、本日の、こんばんはケニー G でございます、ケニー G っすね、ケニー G っすよ。チョップーさん来てます、イエーイって来て、イエーイいらっしゃい。ランタさん、あ、コメント一番乗りできなかった、そうこれなかなか難しいんですよ、頑張ってください。バッテンさん、ハイサイグスよ中華なびらバー来てますね、いらっしゃいませ。カーブボーイさん、ひみさん、キャンキャンさん、ゲストさん、皆さんこんばんは、寒い今 iPhone の気温聞いたら13度ってよ、お湯割りが美味しい、してひふみさん昨日ありがとうございました、いやなんてことね、 BGM は聞こえないけどかからないのかね、来た、ちょっと今ボリューム上げ、あ、音楽の音楽を上げてちょっと一口水飲ませてください。いやですね、今日ねコーヒーいっぱい飲んでね喉渇いてるんですよ。実はうちの娘がバリスタを目指してて、今日デートで元部まで行ってきたんですけど、その前にカフェを1カ所2カ所2カ所か回ったの、いや3カ所な、3カ所回ってコーヒー飲んでいろんなコーヒーの説明を聞いたんですけど、まあ難しくて、元部のねセンティっていう、元部泉にあるセンティっていうカフェまで行って美味しいコーヒーを飲んできたんですけど、コーヒー分からないんですけど味の違いも分かる、で説明が上手だし、とってもフレンドリーで話しやすい太一さんという方がいて、いろんな話、1時間コーヒーで1時間か1時間いや1時間ぐらいいたかな、
いろんなおしゃべりさせていただきました。センティの大地さん、ありがとうございます。いつかまた、ひふみずバーにも元部から来ていただこうと思ってますので、ぜひ皆さんお楽しみください。でコーヒー飲んできたんですよ。でそれのどかいだっていう話です。で、続きですね、カウボーイさんの次に来てるのは長谷川淳さん、パクチョ、あ、長谷川淳さんもね、ひふみずバー今度ゲストで来ていただきますよ。皆さんお楽しみしてくださいよ。カウボーイさんもコインありがとうございます。それから沖縄大好きさん、あ、ちょっと待ってください。これマイクをね、グググッとちょっと寄せます。こんばんは、クッチョ。かつて道端に落ちていたペットボトルです。その後リサイクルされて熊のぬいぐるみになったものです。ってどういうことじゃい。沖縄大好きです。あー、今日の勃起滑ってますね。ナイスですよ。素晴らしいです。さあさあさあ、次行きましょう。カンパチさん、おばんですと来てます。はい、いらっしゃいませ。それから来てるのは上原一郎さん、おはこんばんちは。ひふみさん、マイケルジャクソンを間近で、マイケルジャクソン間近で見たことがあるものです。楽しいトーク楽しみにしてますよ。局長と同じ名前の一郎よりということで、ありがとうございます。このね、マイケルジャクソンを間近で見たことがあるものですというのは以前メールで聞きました。すごい体験した方なんだなと思って。マイケルジャクソンでなかなか間近で見れないですよ。そう言ってる僕はね、自慢があるんですよ。ビーズと一緒に飲んだことあります。イエイカブさんが大丈夫ということはね、多分ね、音楽かからないところですね。チャップさんがヒャ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 って笑わんけ、あ、間違った、ツイート開いた、君じゃない、ここだ。そう、それからシプリムさん、コンティヌコイン2枚もありがとう。でブルーミさん、ひふみさんのラジオにこんばんはしたつもりだけど、だからブルーミさんごめんね、始まった、配信始まった瞬間に送信押しましたけどね、ごめんごめん、気づかなかった。ちょっとね、2つ画面があってね、あっちが見づらくてこっちが見てたんです。こっちにはそれが反映されてなかった。今日米少なくない？そうでもない。エマさん来てる。お、こんばんは、久しぶり。エマさん、北海道寒いでしょ。和物香里さん、こんばんは、ご無沙汰してます。あ、香里久しぶり、コメントありがとうございます。ぜひ最後まで見ててくださいよ。ブルーミーさん、ハイサイ探偵団の動画で特殊清掃の動画見た。あれ衝撃、結構衝撃的だったからびっくりしたね。びっくりしましたね。そんな話もさせていただきましょう。おー、埼玉の初道家さん、こんばんは、いらっしゃいます。初道家さん、毎日僕のツイートタイムラインにコメントしてくれてるけど、なんかね、今日も書いたんですけど、スマホがね、アップデートして、ね、あそこにね、たどり着くのに時間かかってるんですよ。パタパタしてながらいつも見てるんで、なかなかそこまでコメントできなくてすみません。コンティニューコインもありがとうございます。和野香里さん、今日は同級生がゲスト、同級生がゲスト、どんなお話が聞けるか楽しみです。あ、もうお昼でやり取りした内容を確認しますので、ぜひお楽しみください。さあ、ということで、ラントさん、あ、違う、こっちの読んだんだ、読んだコメント、こっちのこと。さあ、最初のひふみずバーでは1曲いきましょうか。今日はですね、雨も、沖縄雨降ってるんです。ずっと朝からだらだら、ずっとしとしと雨なので、ちょっとチルな曲をかけていこうかなと思ってますので、聴いてください。本日の1曲目、あ、こっちに書いてあるんだ、アンドリューバードでブラッドレスです。どうぞ。かっこいい曲かかってますね、皆さん。ぜひ聴いてください。いらっしゃいませ。はじめまして。はじめまして。ひふみです。よろしくお願いします。はい、ごめんなさい、名刺。いえ、席に準備してるので、後で。あ、どうぞ。あ、じゃあ、先ほどお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あ、で今ツイキャスも音声入ってるので、はい、あ、NG ワードだったら、NG ワードは個人的な電話番号とか住所とかは言わないようにしてください。で放送中ずっと流しっぱなしにしてるので、はいはい、ツイキャスでは自宅の住所とか、はい、あの辺は聞けるように。であと放送中に、はい、結構今日ドキツイ内容の話もしていただきたいなと思ってるんですけど、はいはいはい、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。あ、こっち放送断りません。大丈夫ですか。はい、もうアルバムをどんどん、はい、他の曲では話せなかった話を聞きたいなと思っているので、はい、その辺今日よろしくお願いします。はい、了解しました。はい、ありがとうございます。はい、どうぞお座りください。はい、よかったです。ありがとうございます。ヨットーさん、ありがとうございます。情報がね。お写真失礼します。はい、こちらの写真ください。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。
いろいろ聞きたいことがあるんですよ。もう何回も日程変更させていただいてすいませんでした。いや、とんでもなく僕も連絡できなくて申し訳ないです。すいません、ね、そばに来ても中入れてもいい？一応見てみました。大丈夫、うん、ありがとうございます。テレビとか慣れてるか喋るのは大丈夫ですよね。まあ、はい、なんとなく大丈夫です。いや、コメントも来てますよ。ね、はい、カオリーさんが来てる、ワンワンのカオリー。ああ、同級生です。そう、彼女から、はい、ヨットヨットって言った。はい。いや、見ましたよ。見ました。ハイサイ探偵団。まあ、はい、クリオさん死ぬ前にハイサイ探偵団でそういう仕事があるんだっていうふうに見たので、はいはいはい、その後にお父さんから、はい、うちの兄貴の話。あれ、うちの兄貴の子供です。弟ではないんだ。甥っ子になります。は？年近くないですか？そうです。僕と兄貴が離れてて、うん、彼とは近いんですよ。あ、そういうことか。はい、ちょっと複雑でした。すみません。失礼しました。いや、とんでもないです。大丈夫です。あ、カメラ、あ、直した。ごめん、今気がついた。忘れてた。わかります。僕も自分より年下の父親のいとこがいます。お父さん。すごいな、みんな。おじさんなんですよ、年下なのに。なるほど。頑張りましょうね。よろしくお願いします。ありがとうございます。カオリーさんから、今日は同級生がゲスト、どんな話が聞けるの楽しみです。はい。しばらく会ってます？会ってないです。ちょこちょこ会ってますよ。あ、本当に？うん。家も近くなんですか？え、彼女はちょっとあるんじゃないですかね。ああ、とついで。いや、場所も言わない。ああ、ごめんなさい。これ入ってますか今。やっと頑張ってって。あ、コメント見えます？見れます？見えます。マウスでスクロールしながらコメント見ても大丈夫ですか？はいはいはい。わかりました。で、もし例えば話してる時とかに、はい、こっちに気になるコメントがあったら、僕の話途中で遮っても、読んでも構いませんので。はいはい。何でもありの番組なので。OK。キッチンセル普通に入得する形でよろしくお願いします。味噌煮込みスキーさん、ごっくんちょいらっしゃいませ、番組は聞いてるけど家事したりしてるんでコメントできないだけで。ああ、そうなんだ、ありがとうございます。はちめじっかさん、忙しいかと思ってた。コメントなくても大丈夫よ。いやー、ありがとう、そう言っていただいて。今日はテーマ準備ということで、はい、アナート、はい、特殊ってテーマで調べよかったかな思ったんですけど、はい、もう書き直す時間がなかったです。そうでしたんです、はいはい。まあまあでも、まあ、大丈夫だと思います。はい、テーマはもうあくまでもテーマのように、はい、話の内容は、はい、その話にお示ししてる。今日はお仕事だったんですか？今日は、はい、もうちょっと早く切り上げて。ああ、大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です。ありがとうございます。いや、とんでもないです。この曲長いの？声は入ってるんですか？今、はい、ツイキャスの方には入ってます。あ、はい、このツイキャスのコメントの方で皆さんにこんばんはってみんながコメントします。あ、どうですか。初めてなのでこんばんは。皆さんよろしくお願いします。緊張します？はい、緊張してます。飲みながらでもいいので。はい。さあ、お届けしているのはひふみずバーでございます。さあ、お待たせしました。本日のゲストさんをご紹介しましょう。本日のゲストさんは、沖縄特殊清掃遺品整理者、その下に先ほど名刺もらったんですけど、ビゴラスクリーナーズです。ビゴラスクリーナーズの
代表、国吉義人さんです。いらっしゃいませ。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。やっとお会いできました、はい、最初に僕この番組に出る話をそのおいっ子さん、あ、そうですね、はい、の紹介だったんですけど、彼から聞いたのは、もう去年の去年ぐらいで終わりらへんでしたよね。いや、もしか秋ぐらいか、9月、はい、10月ぐらいでした。多分ひふみさんと連絡取ってねってやり取りしてたんですけど、ちょっと僕が忙しくて連絡もできなくて、これ時期的に忙しいっていうのはありません？え、今もコロナ消毒とかも入っておりまして。あ、なるほど。この消毒、消毒も、はい。あ、なるほど、そういうのもあるんですね。で、実はですね、はい、今度ハイサイ探偵団さんで、はい、第3弾が出ますので。あ、そうなんですか、はい、これもそろそろ配信しました。うん、終わりましたんで。あ、そうなんですか。そろそろ流れると思います。なるほど。え、第2弾もやったってことですか？もう第3弾ですね、今回で。第1弾しか見てないのかな、多分。次、第2弾、3弾とあるんで、ええ、はい、これが近々。近々。あ、ぜひ皆さんチェックしてください。どっから聞きましょうか。この沖縄特殊清掃遺品整理車、はい、会社がどういった会社なのか、簡単に。私どもの会社が、はい、あのお部屋の中で、はい、例えば孤独死、はい、自殺、はい、まあ、殺人事件等々で汚れたお部屋を、はい、もうきれいにして、もう元通りにして、はい、もう何事もなかったかのように、はい、また管理会社さんに引き渡すという会社です。これは仕事の依頼はどちらから来るんですか？これはですね、まあ、最近が多いのはもうネット見て電話してますとか、個人とか。あとは、うん、そうですね、あと行政から。行政からもたまに来ます。行政の方が少ないんですか？少ないですね。行政から来る場合はどちらから来るんですか？行政の。行政だと、保護課とか。あ、ここでやっぱりあの別の会社と、はい、相見積もりっていう形で。あ、なるほど。あ、他にも会社あるんですね、はい、結構何社かあるんですけど。あ、そうなんですか、はい、なるほど、はい、ブルーミさん、それ絶対見ますと聞きます。ちょっとコメントの方も紹介しながらいきましょうね。ブルミさん、うちの職場では今月だけで2人見送ってます。ブルミさんの職場なんだっけ、福祉のケアの仕事っていうのかな、はい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 、やってる方なんですよ。その2人はコロナで亡くなって、うん、ポリ袋みたいなものに二重に入れられて送り出しました、うん、見てて泣いてしまいました、うんうん、そうなんですよね。このコロナで亡くなった方、うん、今もそうですか？あの遺族の方は最後まで見とること、見とるというか、そのお顔を見ることができないとかってあるんですか？ですね、孤独死の場合だと、はい、ほぼほぼ見れないですね。あ、その解剖で、うん、警察もですね、なんていうんですかね、今腐敗が始まって。あ、なるほど。この日にちが経って、そうですね、経ってる方はということですね、うん、見れる状態ではないので、警察の方が止めると思います。あ、なるほど。最後に顔見せてちょうだいって言っても、うん、警察の方がちょっと止めると思うん で、うんうんうん、で最後に会ったのはいつですかって多分質問してくると思うんですよ、うん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 、で先月ですとか言ったら、その時の顔を忘れないでくださいってい う、うん、いうことも言ってると思います。あ、なるほど、はい、あ、有料老人ホームですということですね、ブルーミさん。そうなんですね。それからカーボさん、こんばんは、こんばんワンダフルフルフルーツポンチ。その職業は昔テレビで内地のやつは聞いたことあるけど、やっぱり大きなホテルや、大きなホテルやる人いないとダメですよね。誰かがやらないといけない。そうですね、誰かがやらないといけない仕事ですね。この仕事を始めてどれくらいになるんですか？もう12、3年になりますかね。12、3年、はい、あのフェイスブックで高橋さん、はい、はい、あの内地の、はいはいはい、その方に出会ってからこの仕事が知ったっていう形で。そうですね、もうな、僕、もともと内地で仕事してまして、はい、で沖縄帰るんだったらこの仕事しようということで。この高橋さんとはどういった出会いがあったんですか？高橋さんはですね、はい、たまたまニュース番組見てたんですよ。内地で。内地で、はいはい、で高橋さんが出て、あ、沖縄出身、うちのジャスターってことになって、うん、あ、じゃあ会いに行こうってことで。同じ関東。あ、そうです、僕関東にいましたんで。高橋さんも関東で、横浜です。あ、横浜、はい、はあ、それでじゃあお会いして、はい、その時にその高橋さんだからって言ったんですか？その仕事内容も。仕事内容もそうなんですけど、うん、高橋さんにも憧れてっていうのもありましたね。どこに？衝撃的だったんですよ、その仕事内容とか、ね、その姿勢とか。そうですね、っていう感じですかね、はい、僕もそれは今回ハイサイ探偵団見た時に、はい、国吉さんに感じました。
すごいなと思いました。はいはい、はい、であじゃあこの国、高橋さんのあ、ね、衝撃を受けるその以前は前職は何？前職はですね、あの産廃屋さんのトラック運転手だったんですよ。産業廃棄物、はい、あじゃあそのゴミ関東の方でやってて、ゴミ処理とか、うん、そういうので、あの、まあ、やっぱそういう現場があって、あ、はい、回収、ゴミ回収とか言ってたんですよ。それで初めてこの孤独死の現場っていうのがあるっていうのが分かって、あ、なるほど。その後に高橋さんの番組見たので、あ、余計衝撃でした、ね、あ、じゃあ期間的にもそのタイミングが、そう、そうです、そういうのもあったっていうことですね、はい、なるほど。で高橋さんどんな感じの方ですか？高橋さんはもう厳しい方ですよ。あ、はい、仕事に関したら、ただ仕事から離れると気さくな方で、うーん、もうザ・うちなんちょって感じです。なるほど、はい、やっぱりなんていうんですかね、ちょっと、なんて言ったらいいんだろう、何をしたんだろう、今から忘れてごめんなさ い, い, え い, え、打ち合わせしてないので、はい、しないので、ちょっとあのポッて浮かんだことばっかり、思いつきでしか聞かないんですけど、コロナ、ブルーミさん、コロナで亡くなると家族と会えるのは火葬後って聞きました。うん、そうですね、これ今もそうなんですか？そうか、さっきその質問、そうですね、はい、やっぱりあのだと思います、体内に残ってる菌とか、うん、っていうのもあって、うん、まだ全容が明らかになってないからっていうところもかもしれないですね。もう感染させてはいけないということで、以前最初の頃に亡くなった方はそういうふうだっていうふうに聞いてたので、うんうん、なんかね、このオミクロンでもうちょっと軽症が多いとかっていう感じで、はい、少しみんなさんが慣れてきたというか、そうですね、自分も1月にそう当たったんですよ、うんうん、陽性になって10日間、はいはい、あの自宅療養したんですけど、はい、僕の場合は後遺症もなく軽症で済んだので、はいはいはい、やっぱり中には重症の方も、重症の方もいるみたいですよね。その僕らこの療養所のホテルとかを消毒してやってるので、はい、今はそうなんですね、今も、はい、なるほど。でその沖縄、あの高橋さんに会って、はい、弟子入りみたいな感じですか？ではなくて、いや、弟子入りというか研修行って、そこで学んでまた帰ってくる。でそこからもう独学ではないんですけど、はい、もう試行錯誤しながら沖縄で、はい、頑張りました。最初に何を準備するんです？準備するのはもうやる気だけですね。機械とかは？機械とかも、はい、あのもうやっぱりあのやり始めはもう機械が買えないので、うん、もう徐々に揃えていったって感じですかね。どんな機械が必要なんですか？ですね、まあ、あの脱臭機、保存脱臭機っていうのがあるんですけど、はい、それがもう一番メインなんですよ。実はうちの、もう去年僕離婚したんですけど、はいはい、この僕の前の妻、この前の妻って一人しかいないですけど、あの別れた奥さんの実家が、はい、アパート経営してて、はいはい、そこで一人亡くなった方がいて、はい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 、孤独死だったんですよ、はい、この方多分ね、3日か4日後にだったのかな、はい、家族の方から連絡取れないからということで、うん、そのうちの義理のお父さんのところに鍵を開けてくれということで、はい、行ったら亡くなってたということですぐ警察呼んで、うんうん、現場検証とかなんとか。でその時は親父に聞いたら匂いはなかったって言ってたんですけど、うんうんうん、3日4日ぐらいだったら3日、ね、出始めぐらいです。その方のあれにもよる、体質にもよるんですよね。あ、やっぱり強い方と36時間後ぐらいにあの出る、あのお腹が破裂して、あ、なるほど、ガスが溜まってですね、あ、なるほどね、うん、そこからですね。やっぱりきついですか？きつい部屋もあれば、うん、ただ1週間ぐらい経ってるんですけど匂いがない部屋とかもあるんですよ。あ、やっぱりそれは人に、うん、人に体質、あの体型ですね。あ、なるほど。ちょっと体が大きければ多いほど脂肪が多いので、はい、その腐った時の腐敗臭がすごいんですよ。あ、なるほど。であと、糖尿を持ってる方はもう匂いがすごいです。はい、あ、そうなんですよ。もう部屋開けた瞬間、あ、糖尿だねっていうのがもう、あ、そんなに分かる、まあ、もう独特の匂い、独特の匂いです。はあ、甘くはないんですけど他の匂いとは違います。もう、うん、明らかに。あ、そうなんですか、ね、はい、そっか、そうなんですよ。気分悪くなったりとか？いや、大丈夫です。最初からそれはない。最初から行きました。すぐ。これはやっぱり合わない人もいらっしゃいます？います。もうバイトに来て10年だったらそうですよね。働くとか、うん、今募集してるんでしたっけ？いや、今募集してない。今じゃあ人は足りてる状態？大丈夫ですね、はい、今いるスタッフは皆さん大丈夫？今、はい、5人いるんですけど皆さん元気です。あの Facebook 拝見させてもらったんです、うん、女性の方も何名？女性もいます。ずっと同じ方が？同じ方です。
もうだからいつも見てる、いつも映ってる方がいるんですけど、6、7年ぐらいいますからよ。もう彼女たちは僕らより先頭切って前に行くんで。あ、なるほど、はい、女性強かったりします？女性が強いですね、やっぱり。うん、チューバーですもん。やっぱり女の人は強いんですかね。もうあの子供もいる方もいるので、うん、もう早く終わらせて、早くおうちのこともやらんといけん、はい、完全に切り替えてできるってこと。本当です。あ、でそのグニョさんが沖縄で最初スタートして最初の現場って覚えてますか？覚えてます。どういった形なんですか？これが1週か10日、ですね、まあ、不動産屋さんから来たんですけど、うん、お父さんと連絡取れない、不動産屋さんの方が訪ねても返答がないってことで、はいはい、であの新聞受けからちょっと声かけたら匂いがするってことで、これで発覚して、あ、でこれがもう本当に僕が沖縄で初めてやった仕事で、うん、もう緊張しながらやって覚えてるんですけど、その隣で飼い犬の犬も亡くなってたんですよ、一緒に、ペットです。ご遺体のそばで。そうですね、はいはいはい、まあ、ご遺体はもう警察の方が持って行ってるんですけども、はい、やっぱり少し警察の忘れ物があるので、はい、肉片というか、あ、それも僕らが、これは病気で亡くなる、病気で亡くなれてますね。それでも肉片が残るっていうのは腐敗して、腐敗してあのこびりついてるんですよ。ああ、なるほど。で隣で犬も寄り添う形でダックスフンドだったんですけど、はいはい、亡くなってましたね。あ、いや、はい、それ顔を覚えてます？顔とかわかんないですか？いや、顔とかわかんない。まあ、あの陰性してくると写真とかがあるので、あ、うん、あ、そうか、その、あ、なるほど、ご遺体を出した後のそうです、はい、入室する形。そうです、そうです。あ、そうかそうか、そうです。現場は見ないわけですよ、現場は。はい、警察がやって、うん、その後、はい、それ一人で、この時は二人でやりました。あ、ちょっと怖くなかったですか？ちょっともう緊張してましたね。緊張が、大丈夫かな、僕できるかなっていうのがあって、うん、ただもう手順通りやっていったんですよ、はい、もう本当に いわばマニュアル通りやりました。マニュアル、マニュアルっていうか、もうあのまず倒れてたところをきれいにして掃除してみたいな感じで、まずは掃き掃除みたいな、その掃き掃除というかですね、肉片はどうやって取るんですか？薬剤でヘラ使います。あ、ちょっと削りやすくしたみたいな、分厚い、はいはい、ハンマーみたいな感じでガガガって。あ、で、あ、あのよく現場で見るような のみというか、のみみたいな感じで、それでもうガリガリ削って、削って徐々に薬品薬剤であのちょっと溶かすみたいな感じで溶かしていって、もう拭き取る、ひたすらそれでしたね。これ時間どれくらいかかるんですか？これもう完全に終わるまでは1週間ぐらいは、3日4日ぐらい掃除してましたかね。ああ、じゃあ一旦やって、その日できる分はやって、また薬剤吹きつけておいて、うん、寝かしてみたいな、ね、ふやかすみたいな感じで浸透させる。そうですね、感じなんです、うん、この薬剤とかって手に入るんですか、一般の方に？一般、ですね、薬剤名は言わないでください、うん、以前は、うん、あの今もそうなんですけど、うん、免許証出して帰る、身分証出して誓約書書かしてっていう、もう、ああ、じゃあ、なんかそれ取り扱いの資格が必要になって、激薬のに なるんですか？資格はないんですけど、うん、このも身分証を出せば買える、買える。あ、なるほど。一般の方は何に使うんですかって、僕らもこういう会社なんで分かるんで、そう、はい、あ、じゃあ一般の方、僕たちが見ても何に使うか分からないかもしれない、激薬みたいな、はい、です。あ、そうなんですね、はい、山内一郎さん、こんばんはと来てます、いらっしゃいます。カーボーイさん、警察より先に帰ることもあるんですかって来てますけど、いや、それはないですね、ほとんど。そうですよね、うん、あの僕らがあので行くときはもう連絡来て最悪な状況で行きますね。あ、もうことが済んでる後とかっていうことですね、はいはい、ブルミさん、でも一人は亡くなる前日に感染症看護師の指導で完全防護の装備させて面会させてましたねと。あ、じゃあ亡くなる前日にっていうことか。で亡くなってなければ、はいはい、面会はできるわけですよね、うんうん、なるほどね。そっか、じゃあそっから始めて十何年、はい、11年、2年ぐらいになりますかね。12年ぐらい、はい、まあ、か数で数えたらもう年間どれぐらいです？これってやっぱり最初の頃と今とその数は、数はもうまずこの仕事があるっていうのを認知させるというか、うん、
誰も知らない仕事だったと思うんですよ。そうですよね。そこからも不動産屋さんに営業行き、はい、そこからも徐々に来た感じですかね。ああもう自分自ら私こういう仕事してるので、はい、何かあったら何でもやりますよ、はい、みたいな感じですかね、うん、最初特殊清掃って何ねっていう、うん、特殊な清掃って何っていうここから説明からですね。なるほど。人が亡くなった部屋を清掃してますよってことで。自分今団地に住んでて那覇の、はい、やっぱり団地の方結構少なくないんですよ。たまにその話も聞いたりしますし、あとは団地だと、家賃払えずに夜逃げみたいな感じで出てる方もいて、その亡くなった方ではないですけども、その部屋の清掃をするということで、またあの業者さんが来たりとかっていうのを見たこともあって、はいはい、とかあとは僕と同じ階に住んでる方が、はい、あの廃品清掃処理のリサイクル業をしながら、はい、廃品処理をやってたんですけど、最近はその特殊作業じゃないですけど、うん、清掃はやってるかどうか分からないですけど、うんうん、そういう部屋の片付けを今やってるよっていう方がいたので、本人がメインでやってるのか、うん、雇われてるのか分からないんですけど、うんうん、清掃とはまた別でそういう廃棄物の業者さんもいらっしゃいますよね。清掃はしませんけどっていう形で、あたまに片付けをやったんで清掃だけできますかっていうのもあります、ね、うん、でも国さんのところには大体その清掃ともう遺品整理片付け、僕らリフォームまでやるので、あ一括でバーってやります。あ、そっか、フェイスブックに書いてた別業者がやったけどやり直しで呼ばれてあります、はい、って言ったら床下床下にたい焼きがこぼれてるっていうのがありましたね、はい、ピンポイントで僕ら探すので。あ、これはどうやって見つけるんですか。もう感これも匂い探していきますね。もう分かるんですか。もう大体ここだって言ったらもう床めくったら、うん、床下がもうたい焼きだらけになってたんで。これたい焼きって何色、これ血液とはまた別なんですか。違いますね。ああ汁結果するじゃないですか。そうですね、さすがに出てくるでしょ液体が、はいはい、あれみたいな感じ。ですね、要は違う、体の中内臓とかあるじゃないですか、はい、それが腐れてお腹の中から全部出てくるんですよ。皮膚も内臓から出てくる感じです。あ、筋肉ではなくて、はい、なるほど、あの食べ物食べかすとか。そうですね、まあ、異物か、体とは違う異物がそうなるんですかね。うんちとかも出てきますね。ああなるほど、はい、相当きつい職場、はい、柔らかいところからなんで、例えば皮膚、顔は皮膚柔らかいので、はい、目ん玉とかから先に落ちたりとか、はい、あ、はいはいはい、そういった感じですかね。なるほど、今日ちょっとグロい話もするので苦手な方は、はい、すみません、自主規制を個人別でよろしくお願いします。ブルミさん、この措置は特別だったんじゃないかなと思います。その方は100歳超えてましたから、さっき の面会できたっていうことですね、はいはいはい、ああもう最後だからっていうことだったんでしょう、うんうん、そっか、10年いろんな経験されてきてる。そうですね。なんか珍しい体験とかって言ったらどんなのがある。珍しい、想像が全く想像がつかないんですよ、ね、珍しいっていうかですね、うん、僕がもうやり始めぐらいの時に、はい、電話かかってきたんですよ、はい、個人、会社の電話にかかって転送されて携帯なんですけど、はいはい、最初は非通知設定で来てたので、はい、僕取らなかったんですよ、はいはいはい、そうすると5分10分ぐらいしたら公衆電話から電話かかってきて、はい、でもうこれ僕ずっと多分一生忘れないと思うんですけど、若い女性の方で、はい、私これから自殺しますと、はい、そしたらお部屋の中片付けとか、はい、費用おいくらぐらいかかりますか。もう前もってじゃん。前もって、まあ準備といえば準備なんですけど、あの頃僕もやり始めてもうあまり知識もなかったので、はい、いやもう部屋見ない中見て見積もりしないといけないので、うん、いくらって言えません、うんうん、で、何か悩んでたら命の電話とかに電話してちょうだい、うんうん、はい、で県外の方だったんですよ。あ、なるほど。なぜ県外かって分かったらやっぱり言葉のイントネーションもあるし、はい、電話の公衆電話の奥から、はい、踏切の、なるほど、沖縄ではならない音、うん、あ、これ沖縄以外からかけてきてるなって、うん、ただもう今自分がこの電話かかってきたらだもんだ、おじさんが電話話聞いてあげるよ、なんねとか、うん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 、そういった話までいけたのかなって、これがちょっと今
心残り。ここ残ってますね。なるほど。すいません、話ちょうどいいところで切るので、この番組は9時で終わります。そのまま皆さん放送を聞いてください。ごめんなさい、タイミングが話がちょうどごめんなさい、すいません。でその方は結局それで電話切って終わった感じで切りました。あ、じゃあその後どうなったかわからないですよね。なのでどう今生きてらっしゃるのか、あ、それもちょっと心残りで。そっか、わからないのっていうのはやっぱり残りますね、気持ちが。そうなんですよ。今だったらもう近く沖縄県内であればおじさんが今行くよとか、うん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 、話聞くよとか行けると思うんですけど、うん、その時はもう、ああもう向こうに電話してっていう感じだったんで、っていう案内しかできなかった、うん、あ、なるほどね。これは多分一生忘れないと思います。なるほど。でもその思いがあるからこそまた頑張って続ける、そのそうですね、あれにもあれにもなりますね。はい、なるほど、わかりました。いやちょっとショッキングな話が結構しょっぱなから聞けたというか。高橋さんはもう沖縄に帰ってきてないんですかね。たまに高橋さんは沖縄でも会社持たれてるんですよ、うん、あ、そうなんですか。特殊清掃ではなくて、うん、散骨、はい、砕いて海に散骨、そういう会社。沖縄でも散骨ってできるんですか。やってるみたいです。南城市の方に会社があるみたいで。法律っていうか、うん、あ、なんじゃない、不法投棄ではなくてちゃんとした、なんかちゃんと手続きを踏んでるみたいですね。あ、本当に。はいはい、なるほど、はい、柳丈人の歌に、うん、俺がいつか死んだら海に巻いて自分の骨を冷たい土の中に埋めるな、海に、うん、海に流してくれっていう歌があるんですけど、うんうん、あれ聞いて昔、はい、いや俺もこんなにいいなと思ったけど、いろんな知識出てくると不法投棄なんじゃないかなとかいろいろ考えてたんですよ。よくほら対馬丸じゃないですけど、うんうん、船沈没した海の上でみんな花投げるじゃないですか、うんうん、海汚してると思って見てたりするので、あれどうしてるんだろうとかってさ、うんうん、ちょっと気になって見てたりするんですけど、で、 あるんですね。じゃあ合法的にできるっていうことなんですね。できるみたいですね。なるほど、はい。ブルーミさん、一度だけ孤独死した方の家を訪れたことがあります。最初わからないまま入ったらなんか変な匂いするなと思ってたんですが、その後隣人の方に会って聞いたら亡くなったって聞いてびっくりしましたね。結構いろんな経験してるんだな、うん、なかなか孤独死だから、さっき話してみたら僕去年12月に離婚したんで、はい、今一人なんですよ、はい、候補です、はい、これはもう僕毎回ハイサイさんとか、はい、まあ、民放のとこ出たらとにかく誰かに電話してちょうだいって言って、その体調崩したりとか、体調も久しぶりに会ってない方とか、うん、まあ、お父さんお母さんそうなんですけど、うんうんうん、もうこの電話一本で救える命があるんじゃないかって僕思ってるんですよ。あれ、ヌソがその一言でもいいと思うので、ね、元気ねの一言でも、うん、元気ね久しぶりってから、うんうんうん、まあ、ですよね、うん、そうですね、社交辞令でもいいので今度飲みに行こうなとかでも、あ、確かに僕昔飲みに行こう、今度2人飲もうっていうの僕口癖だったんですけど誰かにね口引けって言われてからもう言えなくなってしまって、はいはいはい、嘘ついてるつもりはなかったんですけど、うん、お酒飲まないって言ってました。そうなんですよ、この顔で酒飲まないんですよ。だから中層なんだけどこの10時になったらまた放送始まるんですけど、はい、このお酒のコーナーを今からやりますので、はい、わかりました、はい、ぜひ聞いてください、はい、内容が濃すぎるんだはず。みんなコメントが止まってるんですよ。あ、そうです。大体皆さんねコメントバーッと来るんですけどね、結構メールの方もね夜ですからね、まあ、ちょっと怖い方は怖いと思うんで、うん、いやでもいいんです、今日はメール来なくてもいいです。僕は小宮さんの話が皆さんに聞いてほしくて考える会になったらなと思うんです。そのさっき言ったみたいな、ね、うんうん、電話する、した方することの大事さとか、うんうん、アンチヌンソーがやって思ってるんだったら素直に連絡するとか、うんうん、そうですよね、ちょっと気になってるけど、あ、なんか久しぶりだけど、ね、LINE とか、うん、LINE でもいいと思いますよ。なんて書いていいかな、まあいいかってなったりする、うん、しがちだったりするけどっていうことですよね。そうですね、うん、でもできたら声聞いた方がいいですね、うん、ブルーミーさん下戸なんですけどね。下戸ですか。飲めないは下戸？全く飲めない？全く飲めないですね。そうなんですよ。
飲めるけど口にしないではなくて飲むと飲むとジンマシンが出ましたね。あ、もうそれからですね、アレルギーだ、アレルギーになってますね。香織さん、なかなか仕事の話したことなかったから聞けてよかった、ありがとうございます。こんな話お店でできないでしょ。お店ではできないですそうなんです、美味しい料理の前でできないです。そうです、今日はねそんな話をとっても聞きたかったんです。さっきキャンさん、うちのキャンと話したんですけど、はいはいはい、この人が亡くなるシーンを昔レンタルビデオ屋で、うん、デッドリストだったかな、人が亡くなる死ぬシーンばっかり集めたビデオがあった。